共産党は革命の第一段階、立憲民主党と共闘で、いぶき文明。3日に放送された BSG のプライムニュースの中で、立憲民主党と共産党との共闘について、いぶきさんが次のような発言をいたしました。立憲民主党の人は、共産党の考量をよく読むべきだ。資本主義経済から抜け出すことを目的に、第一段階で民主・人民政府を作ると。 ロシアでも中国でも民主人民政府をレーニンや毛沢東が乗っ取った。第二段階で共産党政権を作ると。共産党にとっては第一段階。歴史をよく勉強して共産党の綱領をよく読むくらいは立憲民主党の人はやっておかないといけないとなっておりまして。まあこちら、イビクスさんのおっしゃるとりでございますが、 まあさらに一点ですね、付け加えれば、日本政府は現在も共産党が暴力革命の方針を維持していると認定しております。まあ、このように民主主義の破壊を目指している共産党とまあ、手を組むことなど本当にありえませんが、まあ、それも政党の名前に立憲と入っている立憲民主党が憲法に反する共産主義を掲げる共産党と共闘してしまっているのはまあ、本当に意味がわかりませんけども、 本来は共産党を規制する法整備を行わなければいけないほど、共産党は危険な存在でございますので、ぜ、ま、ひ、あ、とも立憲民主党などのおかしな野党の皆様には、最低限、共産党との距離はしっかりと保っていただくように、お願いいたします。以上になりりまますごご聴いいたただきありがとうございました